インドで11日、列車同士が衝突し脱線する事故がありました。ロイター通信によりますと、インド南部のタミルナドゥ州で旅客列車が停車中の貨物列車に衝突し、12両が脱線しました。少なくとも乗客19人がけがをして、近くの病院に運ばれたということです。旅客列車が本線を外れて走行したことが事故原因ではないかとみられています。